下克上っていう感じで気合入ってます。勝ち上がりたいって泣いて乗りたいとで勝ち取りたいと絶対に残りたいと思ってます。人生で挑戦してきたこととかは、まあ、全部成功してきたので、最終面接を通過した人は内定をかけ集まった6人の就活生、一泊二日で内定が出る前代未聞の選考に挑みます。それって割と誰でもできること、言語化はできていないな。やめてください。本当にこんなバカ笑いしてる女誰も取りたくありません。ダメでしたね。自信を失ってきてます。選考時点に楽しさ感じられる、本音は辛い。ちょっと怖かったです怖かったです